これから株式会社京電の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みを教えてください。はい、株式会社京電の神山と申します。よろしくお願いします。当社はですね、プリント基板の製造販売を行っている会社です。後ろのバックボードよろしいですかね。で、あの事業所としては、日本、5カ所、それから、タイの方に1カ所ということで、プリント基板の製造販売と、あとは EMS 部品調達から基板実装組み立て製造ということで行っております。で、ワンストップサービスとしては、あの日本では全て内製化で行っておりまして、そこが強みとなっております。あとはもう一つはですね、あの短納期の基板製造ということで、スピードとしては最短で1日でお客様にお届けするというサービスを行っております。ありがとうございます。今回の展示会で一押しの出展サービスを教えてください。はい、まあ、今回の京電のコンセプトとしてはですね、京電は基板メーカーではない、完全内製型 EMS メーカーだということでやっております。まあ、製品の企画から回路設計、まあ、部品調達、それとですね、もちろんプリント基板の製造、それから、あと組み立て、まあ、最終的にはアフターサポートということで、まあ、完全内製型の EMS メーカーとして今回は出品をしております。ありがとうございます。他社サービスと比較した時の強みを教えてください。はい、まあ、我々直接的な製造を行っておりますけれども、製品は独自の製品ではなくてですね、お客様の依頼の製品を製造しております。短納期にやっぱり絶対的な自信があるというところと、あと EMS、 先ほどお話しした EMS に関しても短納期を実現しております。あとは小ロット多品種ですね、国内の製品構成をしっかり考えた上でのライン構成なので、他社には負けない品種2万種のプリント基板を月に製造しております。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、部品調達もやっておりますし、射出成形、メカ部品も行っております。できないものは何でもないと自負しておりますので、ぜひ一度、コンタクトの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上で株式会社京電の紹介を終わります。